はい、さい、今回は新型レボーグのシートポジションメモリー機能の設定をしてみたいと思います。このシートポジションメモリー機能で設定できるのはドアミラーの鏡面の角度であったり、シートの座面の高さ、あとリクライニングの角度、そしてリバースに入れた時に助手席のドアミラーの鏡面が下がるんですけども、その下がった時の角度を記録させることができます。では実際に試してみましょう。まず自分に合ったそのドアミラーの鏡面の角度ですね、設定します。そして座面も自分に合ったシートポジションを合わせてください。でリバースの鏡面なんですが、これはリバースに入れた状態で、この状態で助手席のドアミラーを調整します。でこのように調整が自分に合った調整ができましたら、こちらに記録させるボタンがあります。これをセットを押しながら1番か2番押します。これで、セッティングは完了です。では実際にできているかどうか試してみましょう。まず鏡面の角度をですね、もういろいろめちゃくちゃにしてみましょう。でシートポジションもめちゃくちゃにしてみてください。で今かなり、変えました。そこでこの1番を押した時に元に戻るかどうかということです。では実際に1番を押してみましょう。そうすると鏡面も動きますし、シートポジションも先ほどセッティングしたところに戻ってきます。これがシートポジションメモリー機能です。いかがでしたでしょうか。シートポジションメモリー機能なんですが、実は昔からスバル車にはありました。ただ私の車にもついてはいたのですが、あくまでシートポジションをメモリーさせるためだけの機能だったんですね。今回この新型レボーグは、シートポジションの記録はもちろん、ドアミラーの鏡面であったり、リバース連動のチルドドアミラーも記録させることができるので非常に便利だと思います。1番は自分専用、2番は奥さん専用という風な使い方ができるかと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。